はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画344回目は2014年発売マジックキャッスルリフティンアニバーサリーブルーです。前回からの色違いですね。内容は全く同じでやっぱり売り切れてます。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。マジックキャッスルフィフティーアニバーサリーブルーです。横面がヤクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側がマジックキャッスルハリウッドで URL ですね。上面がポーカーで通常の黒色クロージャーシールで青バッグになってます。表面も裏面も同じですね。で下面にもポーカーでマジックキャッスルインクで USBCC のアーランガ KY です。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。この分同じですね。まずは広告カードが2枚、これですね。表面はミルト・ラーセンとミル・ラーセン・ジュニアのジョーカーになっています。でマジックキャッスルフィフティーアニバーサリーのスペードのエースで、中身はバイスクルスタンダード全く同じですね。でハートのエース、一応青色のスタンダード用意してみました。青色の2019年のスタンダード54枚と、2019年のスタンダードの青色と全く同じ厚みです。スペインの方は高品質、弾力の方はこれはまあ同じですね。赤と同じで柔らかめです。反りはそこそこあってそのまま掴めます。この部分は同じなのでデザインは出ますね。それではファルを入れてみます。スーッと入っていくのでトライショナルカットしっかり入っています。はい、マジックキャッスルフィフティーアニバーサリーブルーを開封しました。中身の方はレッドと全く同じです。ただね、厚みが違うのは多分赤と青で違うというかロット差だと思います。それではジャンル分けします。2019年の青のスタンダードと同じ厚みなので一応まあドット差はあると思うんですけど、普通で普通に高品質です。マジックキャッスルと USBCC のまあコラボじゃコラボです。でフィフティーアニバーサリーのマジックキャッスルのコンセプトデザインをほぼ壊滅的に売り切れているのでレアレックコレクションになると思います。マジックキャッスルフィフティーアニバーサリーブルーでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。